はい、というわけで今回もこのキャバクラの経営から始めますよ。はい、経営します。で、イベントがね、2つとも終わったので、今回は、チャンピオンシップの方をやりたいですね。で、実はちょっとね、何個かやって、収録はしてません。で、パラダイスリーグに参加できるそのイケイケな女の子たちを使わないのはもったいないんで、何回かね、このフレッシュリーグで、こっちをね、サテライトリーグとしてね、扱ってですね、2軍がこっちで出て、こっちで1軍を出すみたいな、そんなね、使い方してるんで、両方ちょっと何試合か動画以外でプレイしております。ちょっとファン数をね、獲得しておきました。はい、じゃあまずは求人。求人もね、動画の時しかやってません。さあ、誰が来るかな？お、シルバー。何？レディー？ガガ？ まあいいや。キャスト数を20名以上に増やす。クリアしましたね。よし、じゃあ今回はね、もう本気メンバーでいきましょうかね。当然本気メンバーなので、プラチナは2人とも出ます。もう能力も高いし、レベルも30以上ですからね。コギ使っていきましょう。で、ゴールドが4人で、この真ん中のね、ゲージのパーティーってのがね、高いやつを使うので、ともみがレギュラーですね。一応55の大島も入れとこう。んで、シルバーのランクで今なんだっけ、誰か新しいの来たんだよね。レディー。あ、50だ。結構高いんだね。じゃあデビューだけど、一回使ってみるか。で、ブロンズの方には、パーティー慣れしてるのがね、いるんだよね。こいつ。誰よりも高い97。恐ろしいパーティー慣れしたやつだよね。まあ、あんな被り物してるしね。あとはマリリンが50あるんだね。こんな感じかな。これが多分今のうちのメンバーの一番、パーティーっていうゲージだけで考えると、これが多分ベストメンバー。ただレディーはね、新しく入ってきたやつなんで、まあいいタイミングで来てくれましたね。よし、パーティー慣れしたメンバーでいきましょう。ドレスアップってしたことないんだけど。ちょっともしね、面白かったらやるけど、カットかもしれない。ね、そうやってあげられるんだ。ニュー。あ、こういうのなんかたまにいじくって遊ぼうかな。もはや誰って感じになりました ね、ちょっと今回、パラダイスリーグ向けにギャルにしてみました。文姫ちゃんもカナも面影全くなくなりましたね。よし、ただこれで、ギャル系のパラダイスリーグに勝つために、この子たちもギャルでやってみたいと思います。はい、じゃあ行く。よし、じゃあチャンピオンシップ行きたいと思います。でもね、まあ、圧勝のような気がするけど まあそれでもちょっとね、本気出していきましょう。このパターンだと相手のギャルも仲間になるのかな。初めてのチャンピオンシップ。あ、そうか、カナは初めてか。秘密の特訓してたの。その努力がきっと背中を押してくれるわ 飲み会をしただけだと思うが。あの決起集会の話か。またくだらない話をしているのかい。神崎来ましたね。うわ、また来た。おや、うちをクビになった負け犬のカナちゃんじゃないか。ここは捨て犬を預かる保健所にでもなったのかな。うわ、いいね。神崎がどんどん悪くなってくね。でもこれ仲間になってほしくないな、あんまり。なかなかいい感じの店じゃん。紹介しよう。大阪ヘブンズゴッドのナンバーワン。
お祭りクイーン、アイカだ。チーズ、うわ、なんかムカつく。これ何、これ、実在の人いるのこれ。この連中に神崎グループの恐ろしさを教えてやれ。あんまり恐ろしく感じない。あたしそんなのために戦う気ないし。あれ、いきなり。あれ、神崎の立場、はあ、グループがどうとか全然興味ないんだよね。あたしはパーティーを楽しみたいだけ。それでよくね。神崎まあ、あいつらに勝ってくれりゃ構わんと。うちろうな堅物で口悪いから、あんなん気にしないで試合楽しもうね。自由だ。あんなん、よし今日もとことん飲むぞ。ね、神崎本当にグループの総帥なのこいつ。まとめられてないじゃん全然。なんか変わった子ですね。ああ、だが重い空気を一瞬で変えてしまった。あいつ相当な実力者だ。お、来たぞ、いじり。挑戦者、蒼天堀放射員。お祭りクイーン、アイカを倒し、牙城を崩せるのか。キャラクラバトルスタートです。はい。さあ、ついにやってまいりました、リーグチャンピオンシップ。果たして、勝利の女神はどちらに微笑むのか。よし、でも本気を出させていただきますよ。私手加減とかできないから。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンをデラボーンの。さあ、果たして新チャンピオンは誕生するのか。来た、いきなり同伴スタート。小雪ちゃんの必殺技が出ております。大富豪来た。ただ大富豪を相手にできる人がいない。残念ながらカナしかいない。え、これ衣装も変わるのかな。あ、変わった。誰だよお前。はじめまして、カナです。いやいやいや、やめとけばよかった。お前誰だよ。ちょっとやりすぎたな。まあ、もう次元に戻そうかな。まあ、上から順々にいくか。ようこそ。おお、どんどん来るねお客さん。貧乏はもうこれ下からね。うん、マリリンでいいか。あ、デビュー戦の子がいるんだよな。そっちにすればよかったか。いらっしゃいます。お客さん。助けを求めてるように見えますが。店長も遅かった。女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。ギャル系小雪ちゃん、ごゆっくりどうぞ。結構似合ってた、エクセレントですよね。かわいいな。さあどうなる、どうなる。一般、一般。あ、でも相手できる子がいない。まずい。大島、ようこそ放射員。さあさあ、あ、もう延長お願いします。延長お願いします。ありがとうございます。同伴で延長。いい頃合いだ。一般、尾道子が一番いいかな。尾道子行ってこい。ピンさんやな、言ったけど。放射員に急に疲れが見え始めたぞ。え、何、いきなり使ってきたの。じゃあお返し。放射員、売り上げが100万円突破だ。お会計ですね。さあ、かな、断られた。プラチナのかなちゃん、やっぱり衣装が悪かったか。また来てくださいね。1分が経過しました。若干似合ってなかった。いらっしゃいます。よくなかったか、あの格好が。盛り上がってきたわ。入っちゃったな、こりゃ。どうしよう、かな、疲れてるけれど、もうダブルヘッダーお願いします。もう限界お願いします。もう限界って言ってますが。はい、ザラ。放射員店長、さりげなく向こうも使ってくるんだね、あのフィーバータイムを。こっちの体力奪うんだ。結構きついね。お会計ですね。いや、ちょっとこれ体力回復しよう。お金かかるけど。
また来てください。いや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 、そうか、そういうことやってくるのか。助けを求めてるように見えますが、おしぼり、おー、その頭で頑張れよ。しっかり支えてくれています。お願いします。符号きた。やべ、誰も相手にできない。デビュー戦の子にさせるのはかわいそうかな。お会計ですね。体力がね、減ってるからね、まずいね。女の子の体力を回復せねば。お会計ですね。小雪ちゃん全然大丈夫じゃん。ありがとうございました。ちょっと待って、これ小雪ちゃんでいける。あーし、変更。はじめまして、小雪です。あ、小雪ちゃんはだいぶこれ似合ってるんだね。やっぱかなり似合ってないわね。やめよう、あれあの格好は。さあ、符号相手にできない。やばい、レディーっていうか、レディーのデビュー戦が来ない。ようこそ。まずいぞこれは。相手がノリに乗っている。放射員も飲まれてしまうのか。符号、お、デビュー戦いける。符号相手に。お会計ですね。延長や、ご延長、延長や。あ、もう疲れてる、まずい。あ、ダメだ、変更できない。ダメだ、変更できない。助けを求めてるように見えますが、間違えた、間違えた、やってしまった。やべ、なんだっけ、あれゲストの方か。2分経過、最後まで油断はできないぞ。そうだぞ、お願いします。助けを求めてるように見えますが、カナも体力がない。これで回復する。放射員店長、さりげなくフォローします。失礼します。うん、やっぱり似合ってない。ごゆっくりどうぞ。あ、でも偉そうなのは似合ってる。エクセレント。さあ、このままでも勝てるが、最後にとどめを刺したい。レベル3フィーバータイムを食らえ。これだ、フィーバータイムだ。皆様今宵はすごい、騒ぎましょう。騒ぎましょう。お願いします。あ、もう終わった。ここお会計ですね。小雪ちゃんは体力全然のこあり余ってんな。また来てくださいね。全員ニコニコしてるからね、フィーバータイムの。お会計、もうあとは大丈夫だね。もうあと38秒、全然大丈夫でしょう。ただちょっと体力がないのが多いな。また来たでー、言うてる。小雪使うより体力あるから成功でいこう。残り時間はあとわずか。お会計ですね。あと30秒。また来てくださいね。はいよ。いらっしゃいませ。おお、すぐすぎ、すぐすぎ。ああ、どんどんいなくなってくるお客さんが。使うタイミング間違えたか。あ、でもまあ今のでいいでしょう。敵だよ。どうしてもね、レベル3を使いたかったっていう。まだ見せてなかったしね。第1班か。でも20秒しかないからな。よし、小雪ちゃん、ね、3連戦お会計、同伴からだから長いよね。よし、カナも終了、まあ、全員1回は出してるからね、もうね。ありがとうございました。ようこそ、放射員。符号きたー、かな3連戦。さあ、もう伸びないか、もう伸びないか。400はいかなかった、残念。さあ、請求をきたー、いくぜ。パーティーはこれからだ、これからだ。この連打が
ありがとうございます。楽しいですね。両脇にプラチナがいて映像的にもいいです、ね、最高。終了。勝負の行方は、お客さんの数は同じぐらいなのかな。俺たちの勝利だ。394万円、400万いくと思ったんだけど、やっぱ相手のね能力がやっぱり良かったからね、ちょっとしょうがなかったね。エグゼクティブリーグに昇格。おお、レベル上がる。あ、でも何気に富豪を相手にしたデビュー戦のレディが売り上げ2位なんだけど、カナ3試合もやったのにやっぱりあの衣装が良くなかった。これがレディですか。やっぱパーティー受けが良かったのかな。今回の勝者は食べてる食べてる。おしゃい、新チャンピオンの誕生です。ありゃ負けちゃったね、すげえじゃん。さすがお祭りクイーンですね。そう、こっちのねスタミナを減らしてくるんだよね。あれはきつかったね。バカな、うちのグループが連敗だと。何か不正でもしたんじゃないのか。まあ、ヘッドハンティングはしたよ。あんたんとこのカナ取ってるしな。はあ、おいおいおな、何情けないこと言ってんだよ。この店はすげえよ。結束が半端なかった。うちらの力不足だよ。って、あら、すんなり。そんなものは俺が認めない。はあ、だっせえな。あ、こっちからやめんの。オーナーとはこれっきりだね。目の前で。おい、どこへ。へへへへ。私をあんたんとこの店に入れてくんない？何？何？こっちは自ら入りたかった。戦ってた思ったんだよね。すげえ仲良くて楽しそうじゃん。いいなって思ったんだよね。今の店より盛り上がれそうだし、ダメかな。こっちからお願いしたいくらいだ。お前裏切るのか。最初から言ってるじゃん。好きなように生きるだけ。私を飼いならしたいなら惚れさせないと無理だよ。それなりにいい男だとは思ってたんだけどね。でも今もっといい男見つけちゃったし。あら、キリュウちゃん、アイカが加入しました。むむ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 む。お祭りギャルが一匹抜けようが抜けまいが、さして支障がないんでね。盛り上げ上手なだけでは勝てない。プロの仕事が問われるリーグだ。エグゼクティブリーグ。今度はどんなのがいいのかな。いいえ、やってみなくても分かるようにするさ。次回はね。なんだ、妨害してくんのか今度は。はい、またいつものポーズと。もっと上げていくよ。あ、年代がバレるよ。ゆきさん。私だ。放射員の件だが、例の策を取りたいと思ってな。まあ、まだ奥の手なのね。何をやってくるのかな。妨害かな。だからさっきの件頼んだぞ。運命共同体なんだからな。誰のことだ。神崎の黒服。例の策を取るのかい、神崎くん。大々的に不正をするのも気が引けますし、発覚したとき厄介ですからね。隠蔽工作と運営との調整お願いしますね。あら、蒼天堀サンシャイン元オーナーの。ああ、任せてくれ。キリュウさん、あ、してきた。ん、大変です。
放射員がペナルティを受けることになってしまったんです。さっき運営本部から連絡があって、悪質な客引きを繰り返して不正に売り上げを増やしていたとの告発があった。よってエグゼクティブリーグペナルティとしてキャストの参加枠を減らし、最大6人までの出場のみを認めるものとする。なんだそれは。だって悪質な客引きって何の話だ。なんでもヤクザみたいな店長が通行人を片っ端から脅して店に引きずり込んでいると。事実無根な上に失礼すぎる話だな。だが失格になったんじゃ元も子もない。今この局面をどう乗り切るか。6人なの？人数多いんだからさ、10人でやりたいよ。エグゼクティブリーグでは6人で戦います。営業の他にデートやプレイスポットなどをうまく活用してキャストを成長させていきましょう。ハンデを背負うとはかなり厳しい戦いになりそうですね。エグゼクティブってのはそんなにすごいのか、はい、会社の役員などかなり目が肥えている方が多い。サービスの質が最も問われるリーグ。パーフェクトクイーンと呼ばれている。あら、何か弱点はないのか。私の情報はよく張り付いているネット掲示板からのものが中心なので。狙う証拠の話。弱点ね、ノリが悪いかな、お堅いっていうか、なんつうか心の底から笑ってないような気がするんだよね。いつも笑顔って逆に笑ってないのと同じかもしれませんね。小雪ちゃん、なんかすごいな。パーフェクトクイーン、翔子か。これかな？北川翔子、話は聞いているな。お前は信頼していたわけじゃない。これ以上敗北を重ねるようでは地盤が揺らいでしまう。でも今笑ってないのが怖いね。あとはお前がとどめを刺してくれればいい。笑顔なのこれ。それでは、あの子のブライド傷ついてるかもよ。そうだといいけどね。なるほど、弱点はありそうですな。で、どこにいるの？こんなとこにいる？だいぶ離れたところ。はい、というわけで、次回からはこのアイカも仲間入りと。で、また多分お食事にも行くんでしょうね。長い戦いになりそうだ。やっぱりこっちはもうなくなるんだね。あと服着替えちゃうんだね。よし、じゃあこれあれだな、多分長いな、多分この後メイン行ってないな。これで終わりかな。今回はキャバクラグランプリのみの動画になってると思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。